はい、というわけで聴いていただきました、ボノボ最新曲、UK スケープでございました。こちらはあの K-MIX の、携帯サイトでもですね、着歌フル、ダウンロード可能です。配信中でございますので、はい、皆さんぜひ、お手元にですねダウンロードしていただいて、はい、あの楽しんでいただけたらなと思っております、はい、そしていよいよね、ツアーが来週から始まりますけども、はいはい、辻君 のスケジュールをどうぞ。はい、1月22日金曜日、この日は東京リキッドルームで、はい、初めてですね東京からっていうのは。はい、ツアーはね、はい、そうですかね、で2本目は23日翌日、名古屋、クラブクワトロで、はい、土曜日です、はい、で、翌週の28日、はい、木曜日かな、知りません、はい、大阪のクラブクワトロでこの日がファイナル、はい、玉取ったるツアーでファイナル、そうそう、ファイナルで、大阪クワ、その時もクワトロだったんですけど、その時に僕、歌いながら風を聞いて、そのまま4日間ぐらい寝込んだ。あらあらあら、もう次はそんなことがないようにぜひぜひもう体気付けてください。はい、でもね、マスクずっとしてる松井くんには言われたはい、どうしたんですか。いやいや大丈夫ですよ、はい、こそこそ話しないでください。そうや、新春メガグルーブツアーっていうのもやったね。やりました、あれが東海道三次みたいなもんで、全身東海道三次の前身みたいな感じです。で今回は東海道三次ボリューム3、はい、ね、サブタイトルを言うと、はい、ないですパッと出てくるかなと思ったけど出てこなかったです、はい、にぎやかにうつとともに、うつとともに本当に来ないですよ、うつはね、のぶりりゅううつとともにっていう感じで、なんかすごいにぎやかに行こうかなと思ってますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください、はい、どうせみんな暇してるんでしょう。いや感じ悪いですね、この野郎はい、というわけでこの番組では今聞いてくれているあなたからのメールをお待ちしております、あなたの悩みを野球に例えて解決の手助けができればいいな、はい、お悩みプレイボー、ありがとうございます、はい、今のところですね、はい、地獄の5連敗、はい、連敗カードまっしぐらの松井泉でございますけども、そんな負けてたんですか。ぜひですね、はい、松井を勝たせてやってください。お願いしますそして占い好きのあなたね、占いなんてなくなればいいのにぐらい、ま、思っているあなたも、はい、に送る僕を占いで、はい、ドントバザーミー、はい、これとんだ勘違いのタイトルでございますけども、はい、占いエピソード、あと辻くんの人相占い、はい、あと辻くんの生命判断と勝手にしていただいてもいいので、はい、ぜひなんかレスポンスを何でもいいのでお願いします、はい、そして本日ね、怒涛の2連チャンコンボ決めました、福田羅王の我が生涯に一片の悔いなし、はい、すごいですね、なっちゃん、こんなコーナーどんどん積み重ねていってですね、これ音源で発売できたら、はい、それこそなっちゃんの我が生涯に一片の悔いなしですよ。つながりますね、つながりますね。これ売れるかどうか分かんないですけども、うん、長谷川さんにねお伺い立てないと、ね、長谷川さんとね、ブロンソンとね、原哲夫さんとかいろんなところにねお伺い立てないと思うので多分無理だと思うんですけどライブ会場だけでとかCDR で、CDR でデータで、はい、やりましょうかね。ぜひせっかくこんななっちゃん頑張ってるんで面白かったよとかお便りをね、お便りをね、前々から思ってたんですけど、はい、最後のこのいろんなコーナーこう読み上げるじゃないですか、はい、なんかなっちゃんだけえらい持ち上げますよね最後いやこれだってこの宇宙音声からこんばんはの看板コーナーですからでもいいじゃないですか、松井くんのコーナーが一番お便り多いんですから、はいはい、ありがとうございます、はい、それだのに、まあいいですけど、まあいいですけど、母ちゃんで悩みを受け付けたらええんか俺も占いで悩みを受け付けたらええかなじゃあ俺宇宙に例えるから悩みなんなん30分間悩みだらけのナイトスクープが見たそうかな、まあ何でもいいです、はい、何でもお便りください、本当にもう僕らはもう何でも OK なんで、はい、いたぶらメールでもいいです全然いいですヤオンの DVD のさ、すごい感想とかもどしどし来てるよね、ああ来てますね、うん、そういうのでもいいですよ、最高だったというね、うん、お便りいただいてますね、はい、もうね毎週250通ぐらいは来るんですけども、はい、全部名通してますので、はいはいはい、うん、ありがとうございます本当に引き続き、はい、でもなんかコーナー手にはなかなか来ないので、はい、ぜひ皆さん各コーナーにお便りください、はい、メッセージはパソコン携帯ともに K-MIX オフィシャルサイトのプログラムにあるこの番組ボノボの宇宙温泉からこんばんはのメッセージ受付フォームから投稿いただくか直接メールでお送りください、はい、イメールアドレスは、はい、BONOBOS
@kmix.jp ボノボ @kmix.jp でございます、はい。あらかじめマイ K ミックスにご登録いただけると便利かと思います。これ登録したからといってですね、ほいほい、あのお家の植木がですね、はい、急に伸びたりとか人形の髪が伸びたりしないですか。人形の髪伸びたりとか、はい、あの足腰終わった老犬の腰がシャンとなったりはしません。まあ鼻拭くと長くなるんで、はい、もう言わないでいいです、はいはい、ね、あの、はい、ぜひあなたからのお便りをお待ちしております、はい、というわけでこの後10時からは、うん、ティアラさんの、はい、スイートフレーバー Thank you, Michael というわけで、はい、ね、ティアラさんのスイートフレーバーはこんなね、はい、ふざけた感じじゃないですよ相当しっとりっと ね、 そうね、ムーディーな、ね、はい、感じにしてくれると思うので、僕らお耳汚しをね、はい、してください、はい、そちらの方でお耳汚しじゃないお耳をそのね、ティアラさんのスイートフレーバーで洗ってください、はいはい、というわけでそれではまた我々ボノボとは、はい、来週の日曜日、日曜日、はい、夜、はい、9時、そんな時間に、バスローブ姿でお会いいたしましょう、この時間のお相手はボノボのドラム辻とパーカッションの松井とベースの有馬田、まさかのボーカル祭でした、